ピーター・エフヘ・ハウストラは、オランダ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。オランダ語のウィの二重ボインは、一般的に愛の発音が近いと、考えられているが、フーストラの場合は定着したハウストラ表記が多い。オランダフリースラント州のアマチュアクラブ、VV、ドラフツテルボーイズ出身。エールディビジ FC フローとプロ契約し、 1984年9月5日、タイ・フェーンダム戦にでリーグ戦デビューする。その後1シーズンのみ、BV ・フェーンダムに在籍し1987年に FC ・2エンテへ移籍した。ここで、左ウィングとして才能を開花させ、1988年にはオランダ、最優秀若手賞に輝き、オランダ代表にも選ばれた。 1988年11月16日対イタリア代表戦で代表デビュー。しかし1990年のイタリア W 杯には怪我のため選ばれなかった。同1990年、スコットランドフットボールリーグの名門レンジャーズ、FCA 移籍。ウォルター・スミス監督の下在籍した後シーズンすべてでリーグ戦優勝に貢献し9連覇の一端を担った。 1995年からは、オランダ人のビムヤンセン監督率いる J リーグサンフレッチェ広島に2シーズン在籍した。3月22日の清水エスパルス戦で J リーグ初ゴール。3トップの左ウィングあるいはフォワードしてプレーした。J リーグでは通算63試合13ゴール、リーグカップでは14試合5ゴールの成績を残した1997年春に、 フルスのフロー人間に戻り、同年夏に、ベルギー一部のリールス SK へ移籍し3シーズンプレー、最終年の1999から2000、シーズン中に、アキレス腱に、大怪我を負った。翌2000年に、オランダへ戻り RBC ローゼンダーリーへ移籍する、ものの怪我を原因に引退した。引退後は、フロー人間で、ユースコーチ、2005年から2008年までフィテッセで、 アシスタントコーチを歴任した。2009年4月アヤックスコーチであるロブ・ウィツヘの怪我に、伴い暫定で、アヤックスのアシスタントコーチに就任。シーズン終了後もそのままアヤックスに泊まり、アドリー・コスターの後任として、株組織である、アヤックス・アカデミー監督に就任した。2009年、FC フロー人間監督のロン・ヤンスが優待すると、発表。 公認として2010年6月監督に就任した。ただ、翌2011から12シーズン低迷したことから2012年5月に解任される。2012年からエールステリビジノでフラーフスハップ監督を務める。同シーズン8位に終わり昇格ならず、翌シーズンも監督を務めたがチームが機能していないと GM に判断され2013年12月。 解任された。2014年12月、サッカーインドネシア代表のテクニカルディレクターに就任した。2016年1月、福島県社会人、サッカーリーグ2部の岩木 FC 監督に就任。いつか指導者として日本に戻ってきたいと思っていた。自分の経験を活かしたいと抱負を語ったほか、東日本大震災被災地からの J リーグ加盟を、 目指すクラブからのオファーに興奮した。津波で大きな被害を受けたい脇でこのプロジェクトをやることはとても特別なことだと感じたと語った。ありがとうございます。